こんばんは。皆さん、今日は眠たいですね。今日は何だこの髪の毛。今日はね、髪の毛かわいい状態です。髪の毛かわいい状態です。このまとめ髪です。どうでしょうか。持って帰ってきました、髪の毛かわいい状態を。偉いでしょうか。いかがでしょうか。タスブの髪もしめっちゃかわいいって。あと前髪を切った、どうでしょうか。前髪を切ったんだがどうでしょうか。結構短いかも。ようやく切りました。前髪ってね、意外と伸びるんでね、切っちゃえと思って切りました。すっきりした。うるすぎる。お前じゃないよ。普通前髪、意外と。うおー、ブブブブブブ。跳ねた障子、お前やっただけ。あと、あくびが出た。もこもこの髪型なんだよ。そうだね。
この子の髪型だね。うん、そうだね。ヘロヒワの方が、うん、よっかい、牛タン屋さんで来た。なんていうとこ、タン屋備前。生誕の話まだ出ない。出ない。まあでも一応南には頼んどいた。あの卒業公演終わって、あと多分生誕祭だけど、私の全然しれっと出ていただいて大丈夫です。って何か出てそうだよね。南ってやめた感じしなさそう。うん、いるかもしれません。だからマックが大変なことになってる。何？カービィ？チーカワ？ピカチュウ？キティちゃん？次はね、もう帰るか。マクド、マクド、ま、ま、システム障害で注文できない。マックが閉まってるの？たまには休ませてあげよう、マック。で、全国の多くの店舗で一時的に営業を停止しております。お客様に迷惑をかけして大変申し訳ございません。うーん、え、日本以外にでも中国、タイ、イギリス、ニュージーランド、オーストラリアなど世界各地で発生している。そうなんだ。マックを休んだ方がいい。オーストラリア大変だな。でもそんな一気にさ、世界的にシステム障害になるってさ、やばいね。なんか私ちょっとワクワクしちゃう。映画みたい。重大なシステムエラーが発生いたしましたとか言って、 AI に人類が乗っ取られるんだ。こうやってやばやばいかも、やばいかも。マックの人はもうてんややんやだった。てんやだと思いますけど、ちょっとすごいなんか何かが起きるんじゃないかとワクワクしてしまう自分がいる。今日そのニュースのコメント鬼見た。あ、ニュースになってるんだ。てんやわんや、てんやてんや、ね、この髪絶対出てくる。
やばい、アホ毛を超えたバカ毛みたいなのが出てきてしまった。おお。やばい、角ができた、角。これは千秋楽を見てた。おおよ。ここ、これは。明日のチャート大丈夫？どういうこと？どういうこと？マック関係ある？チャートリーのケータリングがマックってことはなかなかないと思うから多分大丈夫。うん、お日様あったかい。うーん、これ部屋着スナイデルホーム、いやケータリングマックはないよさすがに。なんかそのスタッフさんが気ぃ利かしてたまにポテトめっちゃ買ってくるとかは年、いや5年に1回ぐらいあったかないかもあるかもしれないけど、ケータリングってかお弁当がマックってことはさすがにないです。こんばんは。そんな不健康って言ったらあれだけど、強制マックはダメでしょ。どんどんみんながおデブちゃんになっちゃう。もうね、あかりちゃんもどんどん代謝が落ちそうだから、おお、太らないように。明日ついにダイヤ改正です。あ、そう、昨日新幹線乗ったらさ、恐ろしいこと言ってたよ。喫煙ルームがなくなる。私タバコ一本も吸わないけど、タバコ吸う人がめっちゃ肩身狭いっていうか生きづらそうなことにしてることはよく知ってるの。もうこの芸能界のスタッフさん、もう信じられないぐらいのタバコ率だから、めっちゃみんなタバコだからね、すごい、すごいアイコスを充電してるんだけど、みんなどうするつもりなんだろう。新幹線4時間をさ、すごいいっぱい乗るのにさ、4時間我慢できるもんなの？私タバコ吸わないからわかんないけどさ、大丈夫？え、なかったら我慢できるもんなんですか4時間。タバコの人ってなんかすぐ、あ、ごめん喫煙所行ってくるわって言ってるイメージなんだけど、え、私マジ自分に一切関係ないけど、これって例えば私が猫禁止令出たらやばいなって思いました。猫禁止令とは違うか、なんだろうな、コーラ禁止令も違うか、なんかすごい依存してるものだよね、依存してるもの。チュール禁止令、あ、猫でいうチュール禁止令かな多分。猫、私が猫だとして、あ、猫なんですけど、私が猫だとしてチュール禁止されてたら多分4時間は耐えられないかなって思うかな。あ、スマホ禁止令、同僚曰く辛いらしい。やっぱそうだよね。ねえ、 LINE ポコポコ禁止令、えぐい、やばい。猫禁止令に近いのかな、どうなんだろう。なんだろうな、ちょっと依存してるものが思いつかないんだけど、なんだろう、何に依存してるだろうか。
まあでもツイッター、ツイッター、でも別に4時間開けなくても問題ないな。むずいな。ちょっと水飲めないみたいな感じ、それは違う。スマホ、スマホかな。うわうう、うどん、うどんは全然大丈夫。配信できなかったら、いやでもそんなそわそわはするけど生死には関わらないかも。いやタバコの人ってさ生死に関わるでしょ、吸えなかったら。大丈夫か。生死に関わるんじゃないの。心配してます。で私知らなくて、昨日一昨日昨日か昨日新幹線でなんかお客様にご案内申し上げますなんだっけ、明日3月じゃあさって3月16日からダイヤ改正を行います、始発終電が時間がどうのこうの、望みがどうのこうのです、そして3月16日から喫煙ルームは廃止となります、車内でおタバコは一切お吸いになれませんのでご理解ご協力のほどよろしくお願いいたしますみたいなこと言ってて、やっぱ衝撃的すぎてめっちゃ覚えてる。えみたいな、えマジ、めっちゃびっくりしたのね。そうでさ、タバコの吸わない私がこんなにびっくりしてるんだから、タバコ吸う人からしたらもうえって感じよね。で喫煙ルーム探しに歩いてさ、喫煙ルームを探しに歩いていくじゃんみんな、荷物置いたら、そしてさ、えないないないってなるよね多分。ならない、知らないよね、だってしばらくはそんな頻繁に新幹線乗るとかじゃなかったら。いやちょっと衝撃的ですね、新幹線の喫煙ルームがなくなるって。なんか別に私的には本当にどっちでもいいしあんま関係ないしあれなんですけど、なんだろうな、世の中の禁煙ムードが高まってる感じだから、禁煙ん、世の中の喫煙、禁煙ムードが高まってるなっていうのをすごい感じてますです。昔は座席にあった、そうなの。でもなんか昔はなんだっけ、新幹線じゃない、職員室でタバコ吸ってたんです。あでも職員室でタバコはまあいいか、まあいい気もするんですけど、飛行機とかね、飛行機とか電車とかはちょっとこの平成生まれの私としては、平成生まれ20代女性としては衝撃的ですね。職場で吸いながら仕事はなんかまあちょっとドラマとかで なんとなくイメージはつくけど、ちょっと公共交通機関っていうのはなかなか衝撃ですね。徹子の部屋でゲストが吸ってた、え徹子の部屋でゲストがタバコ吸いながら出演、そうなの、やばいね、そうなの、それは時代だわ、やばいね、それはやばいね。飛行機でも吸ってた、飛
行機は危ない。だって飛行機なんてもう何も持ち込めないのにね。昭和の野球部は監督がベンチで吸ってた。え、学校の先生も給食時間に教室で吸ってたよ。雪員だと父はタバコ吸いながら切符渡してた。え、間違えてタバコ渡したりしてないの？大丈夫？はいはいはい、あー間違えたみたいな熱っみたいな、ならない？大丈夫？ない？心配だわそれはないかそれはない。わかんないです。徳島県の徳島駅では未だに一番大きな駅だけど、あの駅員さんが切符を切って帰りは回収してるので、ま、そのタバコなんて吸えないですよ。そんな暇ないですよ、さすがに。でもね、新幹線これから乗る方は本当にあの気をつけてください。タバコ吸う部屋ないんで、久々に乗って探しに行って、永遠に新幹線 の、 あの端から端まで行ったら結構長いからね、永遠にあのさまようことになるのでね、はい、私の話を聞いといてよかったですね。心配してるよ、だってびっくりするでしょ。地味改正ってびっくり。ちなみに、あ、監督ペンギンありがとう。ちなみにタバコの陰に隠れてダイヤも改正されるそうですが、ダイヤ改正は何ですか？ STU がもっと東京で遅い時間にフェス出れますか？STU8 時の終電に乗らなきゃいけないんで、いつもなんかフェスの時間調整大変なんですけどどれぐらい遅くまでフェスに出れるんでしょうか？ STU はどれぐらい終電が伸びたんでしょうか。 もはや短くなってる、どうですかね。終電、今広島の終電8時ぐらいなんですよ。で、着くのが24時前ぐらい。あ、そこは変わってなかった、そこは変わってなかった。なるほど、8時終電です。ダイヤは何が変わるんですか？なんか増えるんですかね。でも今のぞみって信じられないぐらいいっぱい来てるけど、結構10分おきぐらいに来るよね、平気で。平気で来るよね。変わったのかな、どうなんだろう。逆に、あ、広島から東京の終電、え、考えたこともなかった。広島駅から東京駅、終電は8時1分、着くのが23時45分です。夜行バスで帰るのやだ。いや、やだではないけど、夜行バスって次の日に響くから、休みだったらいいけど仕事だったら嫌かも。そう、できれば日帰りしたい。いや、会社は下があるんじゃない、わかんないけど、私たち的にはどっちでもいい。どうなの、終電で帰るとね、家で寝れるっていう良さはあるんだけど、終電で帰ると処理もできないからね、なんかそれはちょっとあれだけど、むずい。あとね、終電で帰るとさ、駅からさ家までさのさ電車がもう止まってるじゃん。駅から家までの電車がないとさ、タクるしかないわけよ。あるその歩きたくないし、何時間も。だから終電、なんか自分的にはあんまコスパ良くない。電車動いてる時間に着くならいいけど、なんかちょっと家から駅まで
たくるのが悔しくてクソって思いながらたくってる。そう悔しいですね。どっちもどっちだね。水分は美人の味方、水分は美人の味方。でもね、なんか結構もう新幹線4時間が辛すぎて、やっぱ慣れるまでは、しかもしょっちゅうじゃん。だから本当に辛くて、結構真剣になんで飛行機じゃないんだろうってめっちゃ考えてたので、飛行機もさ、まあそんな値段変わらないよ。そうからそうなんだよね。田辺先生来た。田辺先生なんかアイコン変わってない？偽物っぽいよこれ。本物か。なんでアイコン変えたの？本物だった。いで。田辺先生なんか重大発表みたいなツイートしてたけど、なんだったんだろう。そうでね、飛行機と空港どっちがいいんだろうって、まだじらしてます。じらしてんだ。作詞やね、いい女やね。田辺先生広島来ないか。芸能関係の方は結構飛行機で来るんですよね。飛行機で来るんですよね、会社の人とか、その芸能関係の関係者の方とか結構飛行機で広島から、あいつ東京から広島に来てる。でもあれ多分会社の、会社の旅費で払ってさ、マイル貯めたいんだよね多分。だからまあいいんだけど、うちら頻繁に行きすぎるから、やっぱ新幹線なのかな。ちなみにあの4時間の壁っていうのがあって、東京から4時間お境に新幹線か飛行機か利用分かれるらしいんですけど、あの広島はちょうどその4時間だから引き合いで出されますね。で6割の人が新幹線を選んでるらしい。そう今日も可愛いね、ありがとう。だから4時間はもうしんどいけど、なんかもろもろ考えたらやっぱ新幹線の人の方が多いんだなって。まあ気軽さはあるよね、駅にピッて行けたらさいいし、着いたら東京駅からすぐさ、やなんか JR とか乗ってさ、山手線とか乗って遊び行けるし。そうでも飛行機の方がマイル貯まるじゃん。だしまああと早く取れば全然安い、めっちゃ。新幹線ってそんな大幅な割引さ、飛行機よりはないじゃん。だから早く取れるんだったらまあ飛行機の方が安いよね結構。そう、もう広島空港はさプラス1500円って考えないといけない。1400円か。そのリムジンバスに乗らなきゃいけないから空港から、空港から駅かまでプラス1400円のリムジンバスに乗らなきゃいけないから、プラス1400円プラス1時間っていう問題があるから、そこでトータルの時間はそんな変わらないじゃないですか。そうだからうーんっていうのもありますよねっていう、一生語り継がれていく、一生正解の出ない問題があるんです。そうこんにちはね。でもまあ、まあ、私たちも年に2回ぐらいは飛行機で行きますけど、なんか時間の関係とかで
その時間さえピタッとはまれば、まあ飛行機の方が早かったりもするよ。けどやっぱトータルあんま変わんないかな。そう、広島は微妙な位置。そうだね、微妙な位置だね。でも広島の一個先が福岡じゃないですか。福岡引き合いに出されますけど、福岡の人はこの話に入ってこないでください。ごめんけど、あのね、 PR 舞台でね、福岡空港に行って思いました。これはチートやと。新幹線飛行機問題を出された時に福岡の人はマジで参戦してこないでほしい。こんなんチートやで。あんなあかんわ。あ、ごめんけど、あの煽りにしか歌えられ、あの捉えられないんで、マジでマジでこの話には入ってこないでください。 NG。 置かれてる環境が違うんだよ。こんばんは。そう敵視してます。くそー、隣の県なのにほぼ。くそいいな、マジでいいな。 HKT さん絶対飛行機だもんな。こんにちは。マシュマロありがとう。5時間新幹線は辛い？え？東京から博多まで新幹線で仕事で行ったこと全然ありますけど、マジで意味わからんかった。え？って思ったもんね。なんでなんやろ、プラス1時間やんとか思ったんかな。全然ありますよ。そんな初期の頃に3回ぐらいあったかな。いや、え、東京からのそのまま多分博多でなんかお仕事あった時に新幹線で行って、全それが何回かあって、うーんまあその時はね、福岡空港が近いとか知らなかったから、そう遠いなぁ、しんどいなぁぐらいしか思ってなかったけど、今思うとやっぱおかしいよね。面白いよね。てか新幹線の関係の人います？マイル貯めるようにできないですかね。いやー、私 STU のメンバーのスタッフさんも新幹線マイルみたいなのあったらマジめっちゃ溜まってると思うんですよ。本当にマジ溜まってるよ。マシュマロありがとう。え、なんで新幹線はマイルが溜まらないわけ？あのね、スマート EX のポイントなんてね、もうそんな足しにならないですから、ごめんけど。あんなんたまにグリーン席がさ割引で乗れたからって、私たちはグリーン席に乗らないからごめんけど、ねえ、マイル貯めさせて。有料顧客よ我々、高品な客が多すぎるから。なるほど、ユミリンは地球24周したよ。そうなの？
すげえ。ちょっともうちょい日本ギュッとならんかね。たまにはグリーンなの。いやいや、うん、たまに年に1回ぐらいグリーン席になる時があるんですよ。それはSTUが売れてるとかじゃなくて、繁忙期に急に仕事が入った時、繁忙期に例えば年末年始とかゴールデンウィークとか急に東京行かなきゃいけない仕事が入った時に、もう指定席全部取られてるからないんですよ。で唯一合わせたのがグリーン席1個だけ取れたよみたいな時とかがたまに1年に1回ぐらいあって、グリーン席乗れることとかがあります。だから逆に繁忙期なんですよ、グリーン席乗れるのワンチャンみたいな。もう指定席全埋まりみたいな感じの時。そうラッキーって感じ。会社のお金で取るグリーン席最高みたいな。自分で乗れないですからね、なかなか。眠気が覚めてきた。眠気が覚めてきた。あ、そうだ、メールで書いたんだけどね、日曜日にねパーティーをしようと思ってる。夜時間あれば。パーティー、そう、何をするかって、福フェスアフターパーティー高野菜。福フェスやったじゃん。で福フェスアフターパーティーもやったじゃん、次の日にの高野菜です。まあ1ヶ月ぐらい経ってますけど、高野菜でおかしいね。アフターパーティー、アフター、三次会、三次会です。え、二次会、あれ本番、一次会、二次会、二次会、まあ何でもいいんだけど。そうすごいでしょ。アフター、アフター、夜、日曜の仕事が何時からか分かんないんだけど。そう、今後1ヶ月に1回開催されるの。え、じゃあ12時会とかが発生するってこと。やば、そう、なので楽しみにしててください。フードのモフモフに生まれたい。これ、これね、かゆいよ。でも気持ちいい、かわいいよね。パーティー好きやな。好きよ、そりゃお祭り騒ぎしましょう。かゆいんか、ちょっとかゆいね。でもかわいいからいいんだよ。おしゃれは我慢。部屋着、うんうんうん、祭
菅原まやちゃんの写真集は、顔4月10日、写真集情報が多くて終えてない。写真集そう、自分の写真集の話もしなきゃな。ゴロゴロゴロミ、南とももの、あれですね、卒業公演の発表がありましたが、ももの卒業公演に出たかったんですけど、ちょっとめっちゃ昔から決まってるお仕事があって、ピエン出れない。みんなも、あの、もし公園行く方行かない方、そして外れちゃう方もいると思うんで、外れた方は予定開けといてください。あの、私に会いに来るやつもあるので、でも全然桃優先で大丈夫です。そう、南のやつは出ます。神戸のオルビスホールって、オルビスホールって昔行ったよね、懐かしい。7日です。そう、西日本で、でこの前ちょっとツイートしたんですけど、四国がなくて、ももちゃんがもうめちゃ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 悲しがってて、もう本当にねえ、俺たちの妹じゃないですか、もう悲しませるわけにはいかないじゃないですか。なんかできないかなと思って、リプをくれたあずみんとゆきりかにも背中を押され、ちょっと計画してますので、少しだけ期待しててください。そんな大それたことはできないですけど、はい、何か思い出を作りたいなみたいな。
かんないけど、どうなることやら。週刊シュート過ぎてゆくよ、できなかった何か残して、そしてまた次に幕張で四国ステージやろう。それも考えたんですけど、あのなんか研究生ちゃんがなんかイベントやるのかな。そうそう、いろいろ楽しいことがあるみたい。テレビで福ちゃんかと思ったら大谷選手の奥さんだった。どういうこと似てた、そんなに。わかんない、わかんないけど多分似てないと思う。わからんけど実家に帰ったらあの親におめでとう、親孝行したな、まだ世間には言えんと思うけど俺たちな言ってえけんな、ほんまにおめでとう、いつ連れてくるんかみたいないじりをねされるんですけど、あ、このいじり多分世の中の20代ぐらいの女子、今世の中で10万人ぐらい家でされてるんだろうなって思いながら、最初何のことかわからなかったぐらいな感じなんですけど、大谷選手も注目度が高くて大変やねって思いました。ね、大変だよね、奥さんの人も。まあ覚悟の上なんだろうけど大変だろうね。めっちゃ LINE 来てそう。はい、ゴーン。まあちょっと私にはニャンスケさんがいるからごめんね。ちょっと大谷翔平にそんなね言われても困ります。にゃんすけさんがいるんで、ゴロゴロにゃんすけ。にゃんすけさん、大谷くん残念、狙ってたの？大谷くんのこと狙ってた？それは残念だね。残念残念。私はね、ゴロミというなんかポットでのやつにちょっと取られてるんですけど、ポットでの野良猫、あいつ野良猫やぞ。福ちゃんの猫に生まれ変わりたい。福ちゃんの猫に生まれ変わったら甘やかされるぞ。こんばんは、にゃんすけ。ゴロゴロ
五度五度。え？ああ、え？山猫坊主、え？成田は？てか猿いるじゃん。たまげた、え？びっくり、ありがとう。たまげた。天使の猿の毛穴うさぎのダブルタワーありがとうございます。え、待って、私昨日書いたやつでさ画用紙なくなっちゃって、携帯に書こう。お礼配信でめっちゃ紙使っちゃって、さ毛穴うさぎいたよ。てかタワーのやつさ、最初からこのデジタルで書いてさ、なんか一瞬だけツイッターに載せてさ保存できるようにとかシステムとかにしておけばよかったとかたまに思ったり。まあ最初それは7年前からしておけばよかった話なんで今更しないですけど。え、マジ何タワーだったの？嬉しいんやけど、猿。嬉しい。サプライズですか？ホワイトデーですか？もしかして私が昨日わめいたから。うさぎ、昨日の分って感じ、ありがとう。アンパンマンチョコしかあげてないのに。よし、おお、めっちゃ満足度高いものが出来上がった。見て見て、待って、ちょっと待って、もうちょい明るさ落とそう。くさ、サーと毛穴うさぎとサインとホワイトデーとここにリボン書いてます。なんかめっちゃ凝ってこだわってしまった、急に。ありがとう。うまいやろ、こだわりの一品。そう、わーい。頑張ろう人生。めっちゃ可愛いワン、ワン犬。
ホワイトデー、ホワイトデーさ、本当にホワイトデー感がない。え、バレンタインってあんなにバレンタイン感あったじゃないですか。ホワイトデーはさ、なんであのホワイトデー感がないわけ。あった、なんか私はね、ホワイトデーにね、ホワイトデー感をね味わったことがあんまないんだよ。何なんだろうね、ホワイトデーのこのホワイトじゃなさ。ただショールームの背景は一番可愛い、1年の中でもね、スンとしてるよね、ホワイトデー、音沙汰なし。音沙汰なしですよ。いや、もうちょこちょこメンバーがね、アンパンマジョコのお返しに小さなお菓子をくれたりはするけど、なんかむずいホワイトデーの盛り上げ方って。どう盛り上がってた？むずいよね。マシュマロ？マシュマロ？マシュマロはもらってないかな。クッキーとかじゃないの、相場は。あ、盛り上がってはないんだ、ホワイトデー。あ、そうなんだ。なんかちょっとワクワクしちゃってた。女の子は待つが私。確かに。女の子が待つが私、男性が乗り気じゃないっていう、もうこの2つの最悪のコンビネーションによって盛り上がってないのかな。プラス平日。うん、むずいね。次のイベントはなんだ。ひな祭り終わったし、次のイベントは何。あかりちゃん生誕祭、あかりちゃん生誕祭か。うーん、あ、エイプリルフール、エイプリルフールってもう盛り上がりようがないかも。うん、これっていうやつがないの。ハロウィーンとかさ、ハロウィーンとかクリスマスみたいなやつがないと、この日にみたいな、そのざっくりしたものはちょっと。いや、お花見はさ、別にこの日って決まってないもん。イースター、わかんない、イースターの盛り上げ方わかんない。土曜丑の日盛り上がれないよ。え、どうすればいいんだろう。イースターはでもグッズが可愛いんだよね、全部いつもね。うさぎのやつ、ショールームの背景もめっちゃ可愛いよね。イースターの時可愛いギフトあるし、結構ショールーム的には盛り上がってる。でも街は盛り上がってないよね。難しいね。てかさっきからずっと顔を触ってるんだけど、なんでかわかる？弾力がすごいの、もちもち、すごい。若いかも。すごっ。触ってもいいですか？無理無理、私だけ。ゴロミムにも触らせないよ。にゃんすけさんには触らせる。グロミオ NG、 グロミ NG です。つけはトイレの後じゃなければいいよ。そう、グロミ NG です。
ちゃん、いいよ。ダメ。いいよ、もう卒業するし、いいよ。葵ちゃん、ダメ。ももちゃんはいいよ。でも触りたくないと思う、別に人の顔。にゃん、にゃんすけにこきゅう。でも握手会したいよね、そろそろ。次のシングルいつ出るか分かんないけど、なんかそろそろ握手会かなって思ってます。背袋あってもいいよ、なんでもいいけど、条件は手袋あって、このビニール越しで、その宝くじ方式でもいいけど、握手会した方がいいよね、そろそろ。握手会待ちです。宝くじ売り場方式でやりましょう。そしたら世間にも叩かれないはずね。宝くじ方式、あ、宝くじ売り場みたいにさ、手を出す部分があるみたいな。オンライン握手会から、待って待って、どうすんの、オンライン握手会。え、わかんない。初めて握手するアイドル福ちゃんになるのかな。え、嬉しい嬉しい。したいしたい、しよう。だってみんなそれやると思って入ってきてるじゃんね。やった方がいいよね。疲れんかも。オペも遠隔でできる時代。オペ、オペって、あの病院の手術。え、危なくない？え、盲腸とか、お、遠隔で切り取るの？手の感触を遠隔で伝える技術ができた。どうなん？すげえ。ノーベル賞ものだね。すごいね。遠隔で、あ、待って、症例も対応するかちょっと試そう。はい。待って、ちょっと。温めといたよ。はっはっはっは。嫌やろ、こんな息かかっとったら。はっはっはっは。はい、どうぞ。どうですか、ショールーム対応してました、遠隔握手。どうですか、感触あった？ 4D の出汁の匂いがする。え、今日うどん食べた？ほかほかやろ。俺の右手が左手と握手すれば実質握手している。あ、このクロス線でいいんか、こうか。こう脳みそが大事よね。こう自分をこう没頭させなきゃいけない、このうんみたいな。こんばんは、マシュマロありがとう。マイタケは今日触りましたね。マイタケの香りする？マイタケ触ってないよ。汗汗。
私の欄になった。握手会したいですね。普通の握手会？いやマジで、あのね、人が戻ってくるよ多少は。きっと握手会した方が、思わない？もうなんかオンラインだったらいいわっていう層が若干戻ってきてるんですよ今、リアルお話し会になって。でもやっぱ握手会が良かったから、なんかいや握手じゃないなら行かないって人が結構いるんですよね。ライブは来てるけど、あ、ライブは来てるから音卒はしてないなって、でもお話し会来なくなったなって人とかねいるけど、握手しリアルになったらそういう人が戻ってきたりとかしたし、じゃあ握手になったらまたプラスで戻ってくると思うんだよね。そう、でも嫌な人は嫌だよね、難しいね。握手する部とか作る1日4部あったら2部握手ありで、2部はそのコロナが怖い人用に普通のお話し会とか。ね、やっぱまだ怖い人はねいるからね。あと持病をお持ちの方とかさいたら、まだちょっと抵抗があると思うから、そういうのあってもいいよね。ラップ越しにハグ？ベタベタしそう、なんかめっちゃ張り付きそうじゃない、髪の毛とか。嫌だな、メイク落ちそう。オンライン1対1やから周りを気にしなくていいとか、確かに。アイドルは怖い感じ、いやないよね、ない。うちらだっていつもあの密集しながら暮らしてるから。暮らしてる？あの人と密集する仕事だから、48人で密集してるから全然その辺の抵抗はないから大丈夫なんだけど。握手会、いや握手会慣れしてるし一気ドラさんは大丈夫だけど、まあ、ファンの人はねまだ抵抗がある人がいると思うからね。こんばんは、あかりごーん、握手の愛でつながる気持ち今日も可愛い、ありがとうございます。ハート、リンゴー出演料あげたよ、ありがとう。ゴロミ、ゴロミのもちもち大福フェイス、こんにちは。ふふふ。あ、皮膚へほ。今日ね、お誕生日ツイート用の写真を撮ってたんだけどね、間違えて24ポーズで撮っちゃった。まとめ出しで福ちゃんとこいて、ありがとう、一途だね、長いね、25になるのに。そう、
だからもう一回24歳かも。汗なんかまた9時なんかマヒちゃんの生誕の時にマヒちゃんの9時引いたら私が当たるみたいなあった。なんかマヒちゃんのね9時用にねコメント取ったんだよ。でもさマヒちゃんのファンの人さ24歳留年しちゃった、留年システムなの。マヒちゃんのファンの人さマヒちゃんのなんかグッズ当てるぞと思ってさくじ引いてさオンラインくじ私出てさ、いやごめんね大丈夫って感じなんだけど、そうなんかでも他のメンバーもそうだし、なんかね生誕のくじやってて最近ここ1か今年に入ってから生誕のくじやってて毎年生誕グッズをそのオンラインくじで売ってるらしいんだよね。生誕グッズって生誕 T しかなかったじゃん。だけどちゃんとその生誕くじ用に撮り下ろしの写真撮ってグッズを作ってるので、それをこの前の勝手に四国観光大使の福フェスのくじみたいに、まあ、ああいう感じでやってるらしいんだけど、そうなんかあれの中にね特典にあれのなんとか賞みたいなやつになんかそのメンバーへのお誕生日おめでとうコメント誰かからのみたいな、わかる？でもあかりちゃんの誕生日のくじ引いても例えばなんかみなみのコメントが出てくるかもみたいな、みなみがあかりお誕生日おめでとうって言ってるコメントの動画が出てくるみたいな、わかる？わかる？みたいなやつがねあって、それまひちゃんのやつ私いたのよ。でもさまひちゃんのファンの人さなんかそのまひちゃんの同僚のコメント動画いると思ってだからごめんねって気持ちになった。そうそうむずいよね、いるファンの人的にどうなんだろう、だと知らん人の可能性もあるやん。やけそれが私的に結構面白かったんだけど、そうでも面白いよね。で自分の時はしかもねそのまひちゃんも私が撮ってることを知らないのよ。だからそれが出てみないと誰が撮ってるのかわからないんだよ。だからね私は逆にそれが聞きたい、楽しみ、それを聞きたいから、そう面白いな。だからそれが多分3月29日ぐらいに出るんで、そう頑張って メンバーメッセージコメントを引こうと思います。私は気になるもん、誰が言ったんだろうみたいな教えてくれないやん、なんか謎ランダムだし、そうよくわかんないよね面白いよね。なんか私も冷静になって頼まれたから撮ったけど、冷静になってこれマシさんのファンの人いるって思っちゃって、それがねなんか自分の時楽しみだなって、うん面白い。そうちょっとコンプ目指すわ、メンバーランダムコメントコンプ目指すわ。みんなはやけんグッズとか引いて、そうでもあのくじのやつ結構いいと思う私は、うん、なんでかっていうと四国のやつもだけど、そのための取り下ろし、なんかアーシャーをさペンって貼ったグッズじゃなくて、そのためにちゃんと取り下ろしてるから、ちゃんと手がかかってるからおすすめです。ハズレなしだし3月末らへんにお楽しみにしててください。てかでも今日撮ったからまだグッズできないのか、いつ発売されるか分かんないけど、そうスタイリストさんが私の誕生日に似合うだろうって服を借りてきてくれて、わざわざそうキラキラのあかりちゃんが見れますんで楽しみにしててください。生誕くじつけんこん、
ふにゃーん、ふにゃーん。やばい、このタワーのやつ猿いるの嬉しい。うちら猿勝ち取ったもんね。懐かしいね。楽しかったなあれ。昔なんか一番送られたギフトが定番化するっていうのがあって、ほんまに何も頑張る必要ないのに何がもらえるわけじゃないんですよ私。そうなのにもうこの猿のイラストが大好きすぎて、そう大好きすぎて絶対定番化したくて、そうささささささってみんなで頑張って送ってたんだよね。そう1年ぐらい定番化したけど、いつの間にかなくなっちゃったね。取り返したいね猿、ここにしれっといる。懐かしい、今それを思い出した。ねずこねずこねずこあの時よかったよね、なんかお互い IQ 低く生きれて。将来はなんてそれぐらいのノリで見てるのがちょうどいいよね普段はスカレンコン青春だったよね。待って私の青春あれいいけど、じゃあそれ青春ってことで。さっさっさマシュマロありがとう。あれが青春か。さささささささ、よかったね。ハートありがちゃ。さあ。ベベベベベ。かわいこぶりっこかわいこぶりっこ、前髪切ると機嫌がいいわ、視界が開ける。マシュマロありがとう。今日マシュマロ多い気がする。ありがとう。あ、わかった。マシュマロバイグに私が
ふわふわ色パステルカラーアイドルだからだ今日マシュマヨとハートが似合うからでしょ。てへ、え、今日までのギフト？あ、そうだったの？今日までだって、バレンタイン、じゃじゃ、ホワイトデーギフト。そうなの？明日からなんだろう。こんばんは。ほら、似合う。かわいい。かわいい、かわいい。俺たちのホワイトデー終わるの？日曜日まででは。日曜日までかーい。何でも信じちゃうから。日曜まで？あ、そうなの？ごめんごめん。ご情報ご情報。そういうこともある。56分。あら、まあ。ありがとうございます。花粉症です、ゴリゴリの。気をいて、よっ、ライブランキング。なんだ、うどんしか。今日のインスタ上げてた口ポカンの赤いちゃん好き。あかか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 、空やショーに出てそうなやつね。写真集はエイの裏側ぷくだ、口ポカンはマストお願いします。いいねいいね、あのヤンマガのあくびちゃんみたいな感じで。ありがとう、近いし、ありがとう。小山先生、ネムネムギャン好きさ。ミグロ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 ゴロミは一日中寝とるぞあいつは。ほんとスケちゃんはちょっと愛想振りまいたりするけど、ありがとう。かんちゃん、ありがとう。ゆう、無印良品週間始まったにゃ。今仕事が忙しくて大変だけど、今日も可愛い福ちゃんに癒されました。ありがとう。好き好き福ちゃん、おやすみにゃ。おやすみにゃ。無印良品週間情報教えてくれるのめっちゃ嬉しいんやけど、ありがとう。頑張って。ピエール、ありがとう。ブーチャー配信ありがとう。ワールドチョイスは絶妙に天才的におもろくてゲラゲラしてました。良き睡眠をお屋敷。明かり節でハマってんな。え、ありがとう。コアラ、ありがとう。サッシーが大好きです。私も大好きです。オーディションで曲を歌うぐらい好きです。監督、 I love you、 I love you、 ありがとう。一つまだ負けます、ありがとう。タイタショージ、写真集一人何冊マスですか？福田だから29冊。29冊？めっちゃ重たそう。何冊でも嬉しいです。ありがとう。埼玉のおいたん、ありがとう。1位は山猫ポーズ。さあ、ありがとう。というわけで、私が福田はって言ったらストーチーって言ってください。おりますと、福田はストーチー。3度の飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も配信見てくださってありがとうございました。お疲れ、小安井ビゼビです。あ、今日金曜日？ 1 週間お疲れ様でした。お互いよく頑張ったね。今日は可愛い髪の毛でお送りしました。またね、日曜パーティーしよう。ありがとうございました。これひょびん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 です。よく寝れそう。おやすみ、またね、バイバーイ、ラブ、おやすみ。